瀬戸大橋線の列車内より島内を望む岩黒島は、香川県坂出市の瀬戸内海に浮かぶ主枠諸島の島。瀬戸大橋が渡っている。人口94人、面積0.16平方キロメートル、周囲1.6キロメートル。全域が、香川県坂出市岩黒に属している。郵便番号は762-0072。佳橋前の岩黒島全体の空中写真。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成かつては全域が中田土郡吉間村に属していたが1953年に境出市に編入された1988年には瀬戸大橋が開通し本土へ陸続きで渡れるようになった北隣のひつ市と南隣の吉間にも陸続きで渡れる 瀬戸中央自動車道の下り線にのみ、島民専用のランプウェイがあり、島民関係者のみ専用カードにより、ゲートを通って島へ降りることができる。専用カードがない一般のものは利用できない。瀬戸大橋上にバス停留所があり、観光客などはエレベーターで島へ出入りすることができる。非常電話もある。また、反対車線からの移動はトンネルを使って、エレベーターまで移動する。 2021年3月31日まで、下津井電鉄も運行していた。この島には、鉄道が通っているが、駅はなく島へのアクセスはできない。ありがとうございます。